はい、皆さん、お疲れ様です。セルモス新作です。でね、今回もですね、学生の質問に全部答えるシリーズ2のシリーズ4、来ました。4回目の授業のやつですね。それについて、いただいた質問と、あとはですね、ちょっと追加補足したいことなどと、あとは、教育関係者の方にですね、ちょっとこういうことが、授業づくりの tips としてあるんじゃないかみたいなところ、などなどですね、お届けできればと考えております。ちょっとですね、ごめんなさい。足がおかしな体勢になってるんで、元に戻します。はい。ですね。でですね、これ、なんか皆さん見て、右上ですね、今回ですね、ちょっと、なんて言えばいいんだろう。ちょっと、もう頭おかしくなってるな。そうだそうだ。今回からちょっと、学生の皆さんとですね、距離を縮めるためというか、僕の個人的な思考もあって、先生ということを、禁止というルールを新しく作らせていただきました。で、基本的には、榎本さんとか新作さんと呼んでくれてもいいですし、僕の英語名のソニック、あとは、前の英語名のリオナルドみたいな感じもいいし、えのきょん、えのきゅんぐらいまではいいよぐらいな話ですね。しんちゃんも OK で、で、あの、榎本先生とか榎本っていう呼び捨てとかは結構やめとこうぜみたいな。そういう話をしたみたいな回でしたね。で、この回ですね、下に書いてある通り、テーマブロックチェーンなんですけど、ブロックチェーンの前にですね、前半はプログラミングスクールのですね、今、若手としてすごい大活躍してるですね、テッカーエースの大本大志さんに、お話しいただきましてですね、現状維持は衰退のみ、もとには行動あるのみだみたいなことを熱く語っていただいた、そんな回になります。いえ、こうやってね、アシスタントの割りこういうふうにね、もうどういう授業だって、どういうスライドだったか分かるように、ね、説明してくれてるのも最強ですよね。もうなんて僕は強いスタッフに囲まれて幸せなんだというのを、ね、こういう時に心の底から言えるんだっていうね。やっぱ僕よりできる人に囲まれてると楽っすね、マジで。なるほど、一人で、せいまさんのことを、皆さんとですね、考えていけるような、そんな回にできればと思います。じゃあ行きましょう。まずブロックチェーンについての質問ですね。一つ言っておきます。僕、ブロックチェーン結構弱い分野なのでですね、偉そうに語れるほど何か知ってるわけではないんですが、こう頑張って答えていきます。一つ目。プログラミングについて理解してなくてよくわからなかったのですが、理解することができました。よかった。 で、次は大本さんのように自分のやりたいことがすぐに行動できる人が成功する人なんだなと感じました。自分のためにもやりたいことは自分で決めようと思いました。そうですね。これすごくいい感想なんだなというふうに思って取り上げさせていただきます。自分のやりたいなってちょっと思ったことをですね、すぐに行動に移せるっていうのは、今回のですね、授業テーマとしてはすごく大切にしているところなので、全体も通してね、そういうのをふうに感じてくれていいなっていうのと、あと大本先生が一つおっしゃってたのが、何が自分本当にやりたいんだっけって考えても結構見つからないので、アクションしながらそれを見つけていくっていうのが大事だねっていう話をしてたので、考えるのも大事です。この授業すごく考えることを大事にしているんですけど、考えた後に足で考えるっていうことも一つ大事にしてほしいなと思ってます。じゃあ次行きましょう。友達がプログラミングやってて、居酒屋などのメニューを任せられるなど、案件ももらえるようになってきたと。お、すごいですね。で、友達ができたなら、自分もやらないことはないのかなと今日の講義聞いて思いました。これすごく大事。自分の周りの人間が結構その起業家だったら起業する人が多くなったりとか、あと最初この人ら叶わないなと思ってた人間も、そのコミュニティとかにずっといると、割と自分でもできんじゃないってなってきたりするので、自分の周りの人間をどんな人間を置くかっていうのと、自分の周りの人間がやってることも自分案外できんじゃないっていう考え方はすごく大事だと思うので、そういうのを少し大事にしてくれると嬉しいなっていうふうに思います。次、フィナンシェやトークン、ビットコインとかは正直まだよくわかんないです。はい、多分僕の説明が悪かったんでしょうね。ごめんなさい。ですが、このような未来のインターネットの知識を得ることによって、今投資することでより自分がよく生きる可能性が広がると思うと、もう少し興味を持ってみてもいいかなと思いました。ありがとうございます。ちょっとどの辺をどう喋ろうかなって思うんですが、ちょっとこの赤字のところを補足させてください。未来の知識を得て、自分と未来の、技術なり知識なりを少し関連付けさせるっていうふうにやっていくと、確かに可能性が上がるっていうのは、この講義でお伝えしていることなので、この視点はすごく嬉しいです。自分と未来を少しずつ接続させていくっていうところがすごく大事で、で、もう少し大事なのは、一つ考えてほしいのは、あのですね、これ課題やって、
課題を真剣に取り組んでいただけると、より興味が湧いてくるような一応設計にはしているので、話聞いた後にまた課題をやると、あ、これやりたいんだなって気づいてもらえるようには一応設計してるつもりですが、もしそれが湧かないとか、どうしても榎本のやり方でも興味が湧かないですみたいな、ちゃんとやれよみたいなことを、ちゃんとやれば思わなくてもいいんですけど、そういうふうに、ちゃんと設計しろと思っていただけるんだったら、それを、直接伝えてくれると正直嬉しいです。それによって点数が変わることとか、何か採点が厳しくなることは一切ございませんので、そういうふうに、ですね、僕に直接ですね、もしそうだとしたら言ってくれると、これはこの方に限らずみんなに、言いたいんですけど、嬉しいです。そういうことですね。僕はですね、ナチュラルに皆さんが未来に興味持って、その結果未来の自分作りっていうのができる、しかも社会的な科学的な知識も全部あった上でっていう話なので、それができてないんだとしたら、これ僕のせいな可能性もあるってことは疑ってくれてもいいと思ってます。次これだな。知識が多くないとインターネット系を扱うのは難しいというイメージがすごく強かったですが、ゲストスピーカーの方の話などを聞いて、知識云々よりも挑戦しようとしてるのかななど、チャレンジ精神が大事だと思った、もっと自分も視野を広げて興味を持つことなども大事にしていきたい。これ嬉しいですね。で、本当にですね、ゲストスピーカーの大志くんですね、知識云々よりも挑戦するっていう気持ちのことを言ってました。ただね、僕から一つ言わせてもらえばね、挑戦ってこと大層じゃなくて全然良くて、例えば彼だからプログラミングの無料体験の紹介とかしてましたけど、あれは別にチャレンジでも何でもないんですよ。ただ単にね、申し込んで受けるだけじゃないですか。で、これチャレンジと呼ぶ必要はなくて、ただ自分の中で今までとは違う何か新しいエッセンスが人生に加わってきて、それが面白くなるよね、自分の味がっていうぐらいに楽しんでくれればいいなと思ってます。で、僕よく言ってるんですけど、皆さん今ね、平たい状態のお好み焼きだと思ってください。お好み焼きね。で、ここにね、何をトッピングするかと、平たいっていうか焼く前だ。焼く前のお好み焼きだと思って、ここに何をトッピングするかで人生っていろいろ変わったり、味も変わったりするじゃないですか。だったらいろいろトッピングしてみて、またお好み焼き作り直すか、みたいな、そんな感じでもいいので、そういう感じに、いろんなエッセンスを入れてった中で、自分の味ってこれだなっていうのを発見してほしいっていうのが僕の思いとしてありますね。なんで、行動した結果発見されるんじゃないかなと僕は思ってます。ちょっと眩しいから、ライトの光落とそう。はい、ちょっと眩しいんですよ。はい、そんな感じでした。じゃあ次行こう。やりたいことは分からないと言ってるのではなく、行動していくことが大切だということを学びました。そうだね。彼それしか言ってないからね、逆に言うと。はい。行動することで視野が広がり、プログラミングなど様々な可能性が広がると思いました。インターネットを利用した様々なサービスを考えると、これからの社会に大きく影響を与えるんだと思いました。そうですよね。だって皆さんよく考えてみてくださいよ。この授業だってインターネットのあれで、この YouTube で皆さんの質問を回答してるし、オンライン配信の時はオンラインで、お届けしてるのも YouTube じゃないですか。で、さらに言うと、これを撮ってるソフトウェアがストリームヤードで、で、皆さんが授業中に、答えてくれてるオープンチャット、オープンチャットは LINE とスマートフォンの技術の結晶ですよね。デジタルとかインターネットの技術結晶じゃないですか。で、課題出す LMS だってインターネットのソフトウェアの話なんですよ。ね。そういうのがいろいろあるわけですね。だから、簡単に言ってみましょう。僕は結構そういうツール割と使うの好きだから、皆さんにとってどのツールをどう組み合わせたらどういう風な授業のね、体験が設計できるのかとか、授業をどんな風に楽しくできるのかと考えてやってるわけですね。そうという話なので、多分使ってみてるから皆さんに使えるかどうかっていうのはよくわかるので、そういう風にですね、皆さん自身ですね、いろんなもの使ってるうちに、はい、気づくことが多いなというふうに思いますので、一つ参考にしていただけるとありがたいです。はい、行動していくことが大切だと思います。で、次、株のようなものがスポーツチームにもトークンという形であることを知りました。これはですね、フィナンシェっていうアプリ紹介してですね、サッカーチームとかがトークンっていうのを発行してですね、それを買うことができると、もっとインターネット弱くなってくるっていうね、この、ね、動画特有な現象ありますが、負けないように頑張れよ。はい、負けないって俺の問題じゃないですね。はい、失礼しました。僕の問題ですね。もう一人称が定まらない。続けます。自分はバスケが好きなので、好きなチームを応援したいなと思いました。お金が関わってくるので、応援が熱くなるのかなと思いました。そうなんですよね。これ、500円でも1000円でもいいんで、自分のお金出して初めてですね、気づくことがあるんですよ。例えばこれ、だからバスケのですね、栃木のバスケチームだったりとかが、トークンっていうのを出してですね、B リーグの。
で、それで、1トークン、1円とか2円とかだったり、10円とかで買えるんですよ。だから、例えばね、僕、100万円の投資しろとか、10万の投資しろって言ってるわけじゃないんですよ。皆さんの1時間のバイトで100トークン買えたりするわけですよね、これは。このアプリっていうのは。ってことは、何個かトークン買ってみると、もう肌感覚でインターネットが分かってきたり、肌感覚で、誰か応援するっていう熱がこもってくる。これが一緒にチームを作るっていう感覚も生まれてくるので、ブロックチェーンの本領発揮ってその辺なんだなっていうふうに個人的に思ってて、ぜひね、こういうね、皆さんですね、もうお金使えて強制するのはあんまり良くないと思うんですが、1万円もいかなくていいわ。1000円、2000円でもいいから買ってみる。もしくは500円でもいいから買ってみるっていうだけで相当違ってくると思います。次、今後機会があるならばプログラミングの勉強をしたいと思いました。将来的に稼げるのではその能力を駆使してお金を稼ぎたいです。今後の授業でも将来の役に立つようなことを学んでいきたいです。これからよろしくお願いします。はい、クワティフードであれば今何に興味があるっていうのを書いてくれたら授業に反映できるから嬉しいなと思いました。で、一番上ですね、今後機会があるならプログラミングの勉強をしてみたいと思いました。まあそうですよね。じゃあすぐプログラミングだぜってならないかもしれない。ただね、ごめんなさい、機械は作ったつもりなんだけどね機械は作ったつもりなんだけど、まあ多分このね、この方の言う機械っていうのと僕の言う機械っていうのは多分解釈が違うと思うので、またそれはまた別の話なんですけど、まあ本当にですね、興味持ったものを少しずつ、やってくれると嬉しいなっていうのと、興味もあるかどうか分かんないのでとりあえずやってみたっていうのも大事だと思います。で、次、私はまだ就職の方向性が定まってませんが、プログラミングがこれからどんな仕事にも使えるものだということを知れたので頑張りたいと思いました。うん、そうですよね。インターネットをデジタルマーケティングとプログラミングっていうのはどの分野でも絶対に関わってくるものだと思うんで、これはすごい大事だと思いますし、あとまあこれ一番上に書いてあるんですけど、就活の方向性が決まってませんって、そりゃそうですよ。だってそもそも会社で働くことにそんな興味ないでしょ、多分。っていう話なんですよね。だ結構ね、これ面白いのが、大学受験までは大学選び、そんなにみんなね、迷わないんですよ。何個も受けるから。でも会社になると途端に迷い出すんですよね。で、とりあえず大企業から受けてみようみたいな話でしょ。で、結構ね、それでもいいんですけど、なんだろう、大学ほどシンプルな構造になってないんで、そういう意味では、まあ、行動あるのみっていう言い方になると、すごい簡単になっちゃうんですけど、ベストな企業って多分、こんなに星の数ほどあった上で、皆さんとね、最適なマッチングするっていうのはなかなかない話だと思うんで、やっぱ自分の足で情報稼ぎに行った上で、ピンときたものからっていう考え方で方向性定めていくのがいいんじゃないかなって、個人的には思います。次、プログラミングを習得すると何ができるのかということがあまり分からなかったが、プログラミングができることがすごく強みになり、周りと差別化できることが分かった。このプログラミングを習得ですると何ができるのかとはあまり分からなかったっていうくだりね。これはですね、僕のせいじゃないからっていうね、言い訳をしようかな。はい。すいません。ですね、言っときます。大志くんに。でですね、もうちょっとね、プログラミングできたら何できるか入れた方がいいって言われたぞ、みたいなことね。言ったら怒られるから、すいません。せっかく出てもらったのにね、そんな失礼なことしちゃダメですね。はい。で、プログラミングができると本当にですね、周りと差別化できるっていうのは英語力と一緒だと思ってます、僕。なんか英語はツールだっていう人多いんですよ、英語喋れるようになると。でもね、ぶっちゃけ言うと英語力高いっていうのは結構すごいんですよ。それと同じ話だと思う。さらにプログラミングできると、僕あんまできないんで分かんないですけど、話だけ聞いてるとやっぱ物事の見方すごい変わるっぽいですね。やっぱりその1個のサイト制作のプロジェクト入ったりとか、あとはマーケティングの企画考えるときも、こういうふうにデータベースと接続して、まあ、こういうふうに会員情報コードを取ってこう吐き出すことによってこうなるみたいなことが分かると企画力上がってくるっていうのはよく聞きますね。まあ、僕もよく分かってないんですけど、まあ、大体構造は分かるんで、なんとなく、それは役に立ってます。で、私の将来の夢の一つにアパレル業界に関わりたいっていうのがあるから、プログラミングを勉強してもいいなと思いました。そうですね。プログラミングとともにデジタルマーケティングのこの2巨頭がアパレルのスタッフとしてあるとすごい強いと思いますね。現地の販売員でもいいんですけど、例えばメタバース接客の話とかやりましたよね。ああいうところを見えてると全然近い世界観違く見えてくると思いますよ。次。プログラミング言語を学ぶことを
での可能性が、可能性についてが印象に残った。まあ、プログラミングの可能性が印象に残ったのね。はい。で、ゲストスピーカーの人には話にあった通り、EC 関係で働くにはプログラミング能力は必ずしも必要されてないと言われていたが、差別化が図れるのは間違いないと感じた。そして能力の取得には大変時間と労力がかかるイメージが植え付けられた講義だった。俺ちょっとずつ解きほぐして補足していきたいな。まず、そうです。プログラミング言語を学ぶことで可能性が上がることは印象に残ったっていうのは本当にその通りだと思ってて、で、どういう場面で例えば EC サイトでプログラミング能力があると役立つかって言ったら、例えばね、じゃあ皆さん、新しくテストマーケティングしたいから、ちょっと EC サイトを軽く立ち上げて、テストを回してみましょうっていう時に、じゃあいちいち外注業者、外の業者とやり取りして3ヶ月ぐらいでテストサイト作るみたいな、このアホの話があるとするじゃないですか。3ヶ月もかけんなテストみたいな話なんですよ。それが、まあちょっと僕、大体コードとかだと打てるんで、デザイナーちょっとですね、入れてくれれば、ちょっと作ってテスト的に回すぐらいならできますよっていうか、そうか、例えばね、EC サイトのシステムとかで、なんかまあいろいろあるんですよ。EC キューブとか、フーコマースとかいろいろあるんですけど、あと、ショッピファイとかね。あれも少しだけコード分かってると全然ロジック全然、違く見えてくるっていうのは結構あるかなと思うんで、あ、そうですね、コードが分かるといろいろ便利。あとはもう単純な話、例えば外注業者が遅かったり仕事遅かったりすると、あ、僕打っとくんでぐらいのことできるわけですよね。そう、だからいちいち人を待たなくていいっていうのはありますよね、プログラミングできて。僕のためにめんどくさいと、ISO 俺入って手伝いますよって言ってね、なんか知んないけどね、バーって打ってることありますからね、たまに。あ、別に打てなくはないんで、みたいなこと言って、なんか見てみると、コード打てないんですけど、コードのルールみたいなのが分かってきて、これコピペしてここ変えればこうなるんでしょっていうのを解読しながら手伝っていくみたいなことをよくやってますね。雑用になるというね、ディレクターの僕は雑用をやるっていうのはよくあります。まあそういうところですね。で、能力の習得には大変時間と労力がかかるっていう話なんですけど、これですね、第5回目の授業でお伝えしましたが、昔ほど時間かからなくなってます。昔からだってさ、プログラミングってさ、リアルのスクール通って、で、そこでまた勉強して、また会社行って、またそこ行って勉強して、みたいなことだったんですけど、今だったらどこでも勉強できたりとか、休憩時間に YouTube でプログラミングの動画とか見れたりとかね、プログラミングスクールが配信してる YouTube とかあるんですけど、まあそういうのができるっていう話なので、これですね、大変な時間と労力がかかるってところなんですけど、この大変っていうのが意外と思い込みかもしれないってパターンは結構あるんで、その辺だけ、考えておいていただけるとありがたいです。次。今回の授業を機にプログラミングに手を出してみようかなと思いました。素晴らしい。うん、で、私は機械音痴で携帯に曲を入れることすら親に任せてきました。おいおい、親すげえな、逆に。逆に親すげえな、これ。はい。で、しかし、もはやそんなことは言ってられない時代なので、いや、そもそも言ってらんないよ。親すげえよって話だから、これ。で、せっかく何かするなら得意になるまでとことんやってみたいと思います。素晴らしい。はい。で、今日はとりあえず教材になりそうな本を買って帰って実践してみたいと思います。こういうの嬉しいよね。ちなみにですね、今ですね、その広報系のインフルエンサーとしてですね、活躍してる僕のですね、元インターン生がいるんですよ。今じゃ僕が教えを怒ってる人なんですが、その人もね、機械音痴で最初、びっくりしたよ。大学3年生で Google マップも使えねえみたいな話だったんですよね。その子がね、なんと今じゃね、もうね、インフルエンサーよ、有名な。うん。そんな感じ。で、せっかく何かするなら得意になるまでとことんやってみたいっていうのはすごい大事なことだと思いますね、これは。うん。ぜひ、実践してほしいと思います。次、プログラミングって言って全く知らなかったが、今回の講義でパソコンが苦手で英語が苦手な人でも頑張ればプログラミングできるようになることを知って、自分もこれから大学生のうちにパソコンを頑張って社会に役立てるようになりたいと思った。うん、まあそうっすよね。まあ僕これ苦手ってとこ補足したいんですけど、苦手意識があるだけで本当に苦手かどうかって分かんない話で、まあ例えば僕苦手なもんって何あるかって言ったら世界史なんですよね。で、世界史なんで苦手かって言ったら人の名前いっぱい覚えなきゃいけないじゃないですか。人の流れ、人の名前覚えるのってルールないからめっちゃめんどくさいんですよ。例えば僕は榎本晋作って名前してるじゃないですか。これ何の意味があって榎本晋作なのっていうと解説してくんないと記憶が紐づかないんですよね。うん、
だからロジック的にこの段階でフランスがこう攻めてって、そしたらドイツが暴走しだして、でドイツがですね、右にも左にも進出してった。それはこの人がこういうお怒りになったからだ。でもその背景にはこういうお怒りの歴史と悲しみの歴史があるぜみたいな、第一次世界大戦、第二次世界大戦の話とかになってくると、あ、そうだよねで理解できるわけですよ。うん、っていう感じで、まあ、何が言いたいかっていうとっていうところが、外れちゃいそうなんで、結論だけお伝えするとですね。うん。世界史の人の名前は覚えられないんですけど、なんかそこさえ突破しちゃえば世界史自体が得意なんですよね、実は。っていう話になるんですよ。だつまり何か引っかかってるところがあると抜けられないっていう可能性もあるんで、そこはですね、先生とかに相談しながらやっていくっていうのが、まあ、テッカーエスさんがやってるような教育だったりするんで、だから僕結構お勧めしてるのはそういうところなんですよね。なんかね、詰まっちゃうところが一個あると人間ってどうしても苦手意識持っちゃって、僕にとって英語って発音がそれなんですよね。だから発音以外全部やってるんですよね、今逆に。発音やるよって話なんですけど、嫌いなものは最後でいいやって。だって周辺のものを嫌いになってからできないっていうか、あるんですよ。だって英語に関して言うと、なんだろう。文法から入るのが苦手な人も結構いて、これ英語学習やってて、英語学習のね、なんかサポーターみたいなことやってよく分かったんですけど、ひたすら単語を全部頭に入れてから、すべてをやった方がうまくいくパターンと、文法のルールを入れてから単語に行った方がいいパターンと、人が話してるのを聞いて同じのを真似しながらルールを覚えていくっていういろんなパターンがあるんで、意外と自分に合った学習法見つかってないだけの可能性もあるかなと個人的には思いました。ちなみに僕はね、とことん単語と英作文をやってから喋りに行きたいタイプです。次、プログラミングを覚えると私服出勤 OK の会社に就職しやすくなると思うので、大本さんがのびとびとファッションを楽しめてるのかと思い憧れました。あ、そうですよね。わりかしプログラミングのやってる人はね、私服会社多いですね。まあ僕も別に私服なんですけど、スーツ着ることはあんまないですね。ただ、スーツ着てったら怒られるってことはあるんですけど、なんか新卒に見えるからやめてくれって、もう36だぜみたいな話なんですけど、そうそうそう、まあそういうのはありますね。で、まあ、そうですね、ワークスタイルにこだわるんだったら、割とデザイナーとか、プログラマーっていうのは、すごい自由な格好だったり、IT 会社でそういう文化の会社いっぱいあるんで、まあ、どうやってスーツで仕事するんだって僕は思ってるんですけど、まあ、まあ、いろんなとこ行くとスーツでお仕事されてる方が多いので、何も偉そうなんて言えませんが、あれすげえなって僕は逆にリスペクトしてます。自分できないことできるってリスペクトだから、本当。で、嫌味に聞こえるかもしれないですよね。でもこれ今の、やめとこう。でも、なんか、別に嫌味言ってるわけじゃないんですよ。本当に僕自分ができないことできる人リスペクトしちゃうって話なんですけどね。で、最後、トークについてもっと自分なりに調べてみようと思います。調べてなくてあれ500円ぐらい買った方が早いですよ。マジで。うん。だから足と手で情報稼ぐ。うん。そういう話。次、ゲストスピーカーの方の話があると、とても面白くみんなので楽しかったです。ありがとうございました。もうね、これね、最近の傾向であるんですけどね、ゲストスピーカー呼ぶとね、なんかね、僕よりやっぱ人気なんですよね。それ希少性があるからか、本当に僕の話より面白いからか、そうか、僕に人気がないからどれだみたいなこと思うんですけど、思うんですけど、まあ、嬉しいなって思う反面、そろそろね、悔しいなって思わないとダメかなって思っちゃう自分もいてね。頑張ります。僕も授業頑張るよ。うん。負けないように、ゲストスピーカーに毎回負けないように。あのフレッシュさに負けないぐらいじゃないとダメですね、僕。もう皆さん、そろそろ僕飽きてきたでしょ。まあ、飽きさせないから頑張り。さあ、次行こう。大本さんの職業についてもあまりよく分かんなかったが、プログラミングを教えるという理解で、プログラミングを教える人という理解で間違いないでしょうか。プログラミングが必要になる職業は他にどのような仕事があるのでしょうか。いくつか例を教えていただけますと幸いです。これね、吉野くんね、この左下ね、こう、うん、みたいなことやってくれてるじゃないですか。アシスタントの子ね、吉野くんで、ね、こんな風にやってくれてるじゃないですか。こういうね、分かりやすいね、やっぱね、だんだんね、パワーポイントも進化していく。こういうの見習わなきゃね。で、続きだ。とりあえず、大志くんの職業分からなかったんですけど、ごめんなさい。そこ僕が補足しときゃよかったな。彼、今、プログラミングを教えてるんじゃないんですよ。プログラミングスクールの運営スタッフをやってるので、何をやってるかっていうと、生徒さんとのコミュニケーションをとって、まあ、今どういうことを困りでしょうかとか、順調に進んでますかっていうのを確認してくれる先生みたいなポジションなので、プログラミングを教えてるんじゃなくて、プログラミングで詰まっちゃうような人だったりとか、進捗が芳しくない、もしくはめっちゃ進捗してるっていう人に対してフォローアップする仕事が一つ。もう一つが、副業コースっていうのを彼が今作ってて、要は、
まあ、会社以外にお金稼ぎたいわとか案件もらいたいわっていう人に対して、どうしましょうか、これからどういうふうにやっていきましょうかっていう、いわゆるコーチング的な要素で、運営してるようなスタッフさんで、そこが結構テッカSさん面白いところで、授業受講するって言ったらもうぶち切れ無料ツールとかでもいっぱいあるんですけど、彼みたいなスタッフと普段接してるから生徒さんたちちゃんとプログラミングの技術を習得するっていうところを続けていけるっていうのがあるっていうのは思いますね。うん。それがまあ、彼の仕事ですね。あとはまあいろいろやってたりします。ね、彼の、同僚の岸本くんって子がね、もう愛媛大学で、非常勤講師とかやられたりとかね、あれすごかったね。もう彼24歳なのに、僕と一緒で非常勤講師やってるって、僕32歳までやってなかったみたいな話なんですけど。まあ、やっぱり時代は、あれですね、やっぱ、若い人でもね、どんどんチャンスつかめる時代になってんだなっていうのを感じますね。デジタル進化すればするほどその傾向が強まってくると思います。で、次、プログラミングが必要になる職業にはどのような、仕事があるのでしょうか。まあ開発と呼ばれるものは結構割がそうなので、アプリ開発、ソフトウェア開発、例えばね、皆さん使ってる LMS みたいなソフトウェアっていうんですけど、ああいうの開発してるのもあれ裏プログラミングですよね。で、アプリ開発してるのも裏プログラミング。で、ウェブサイト作ってるのも裏プログラミングっていう要素は入ってくるので、ウェブサイト、ホームページ制作。あとはまあ、単純な話なんですけど、あれだ、じゃあメタバース世界の、裏側のシステム作ってるのもあれもプログラムですよね。うん、まあそういうのあるんで、その辺の作ってる会社だったりとか運用してるような会社っていうのは基本的に必要とされますよね。まあプログラミングっていうよりもエンジニアリングっていう言い方したりもするんですが、まあ入りはプログラミングって考え方でいいと思います。うん、まあ、そういう感じで思っておいてください。じゃあ次行こう。この動画これで最後かな。はい。一応、次の動画に移ります。これで、この質問最後で。投資について全く分かんなかったのですが、その投資したチームが成功したら、自分の投資した金額の価値が上がるということですか？その投資したお金は現金ができるんですか？はい、質問。かつ、僕の質問、説明が下手くそだったって証拠だね、これ。そういうこと言うと質問しにくくなるからやめとこう。これいい質問です。自分が疑問に思ったことをどんどん聞いてください。で、一つ目か。投資について、これはフィナンシェですね。フィナンシェってアプリで、の話で、トークンっていうのを買うのを投資みたいなこと言うんですけど、その投資したチームが成功したら自分の投資した金額の価値が上がる。それ、そうです。株と一緒。例えば、ネットフリックスの株を買います。で、ネットフリックスの株の価値が上がりましたっていう話。で、それは、そのチームが成功したらっていうのもあるんですけど、実はもっと大事な要素が、みんながその株を買い出したら価値が上がる。で、逆に言うとみんながその株を売り出したら価値が下がる。で、それがトークンでも同じ話で、みんながトークンを買い出したら価値が上がる。みんながトークンを売り出したら価値が下がる。これはビットコインとかも全部一緒ですね。イーサリアムとか、そういう仮想通貨、暗号通貨って呼ばれるものも全部一緒。株式も全部一緒。つまり、みんなが買ったら価値が上がる。みんなが売ったら価値が下がる。じゃあ、そのみんなが買う前に買ってたらいいんだよっていうのが株の考え方。でも、このトークンのフィナンシェのトークンの考え方は、まあ、自分の好きなチーム買っておいて、チームが強くなったらみんながトークン欲しくなって、トークンの価値も上がるよねっていう話。だから、応援していくといいことあるよ。まあ、つまり成功したら価値が上がるっていう因果関係もそこで成立する可能性はありますよね。うん、でその投資したお金は現金化できるんですか？これ確かできたと思います。僕、現金化したことないので分かんないんですけど、確かできたと思います。もしできなかったらごめんなさい。調べてください。逃げるのって話だね。はい、そんな感じでよろしくお願いします。次の動画ですね。これについてはですね、また次の動画でお答えしたいと思いますので、本日はここまでしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ではでは。